大事なことだと思います。はい、江戸川区議会議員の余木さんは、先ほどからスタンプをしていらっしゃいますが、いかがですか？まずこの議論については、みんななんでまず各論に入るのかっていうのは理解できなくて、はい、まず総論を考えなければいけなくて、じゃあ国として準備ができているのか、自治体として準備ができているのか、受け入れの企業として準備ができているのか、じゃあコミュニティも準備できているのかっていうと、うん、答えは全部ノーなんですよ。なるほど。限定的か積極的かという私たちの議論の進め方に違和感を持ったインド出身の余木さん。まずは今日本で暮らす外国人の支援体制を考えることが未来につながると番組冒頭からメッセージを投稿していました。仲良く暮らしていくためにさまざまな対象者を想定しなければならない。祭りなどのこう爆竹のようなこう交流ではなく、常に交流する方法を個人、コミュニティ、行政でこう模索していくべきだというような意見をいただきました。また新見さん、受け入ればかりで国としてできることというのはどういったことですか？やっぱりその財政ですか？そうですね、自治体ごとに差がありますので、やっぱりそこ頑張っておられる自治体をより支援すると同時に、やっぱり体制が整わない自治体に対しては財政支援を中心にして整えていく。それからその例えばこう人が少ない、あるいはその空白地域といいますかね、あまり子どもがいないようなところでも例えば遠隔教育をやるとか、まあ、これもお金必要ですけども、ハイテクなんかも使って体制を整えていく。そのために政府がお金を使うってことが必要だと思うんですね。なるほど。今ですね、余木さんが怒ってます。いや、もうかなり怒ってます。国もちゃんと計画を組んで、自治体とちゃんと連携をして、企業とも連携をして、ちゃんとマッチングし、人材のマッチングシステムを作って、彼らのための継続的な教育とかサポートシステムを作って、教育システムを作って、準備をある程度整えた上で積極的にすればいいです。それがね、さっきからね、国が考えてますとか、国がやってますとか、政策してますとか、何を考えている私は全く分かりません。だからもう怒り溜まってるだけですよ。余木さんは来日して20年余り、日本で暮らす外国人の相談に乗ってきました。これまでの国の政策は現場の実態が反映されていないと感じています。全部さ、成り行きじゃないですか。だから構造的に考えた上で国が考えたって言えばいいんですよ。全くそこ具体的なこうステップに降りて、ちゃんとこういうふうにやっていきましょうということがないんです。それをまずやってほしい。で、そのために政策提言者のところに何人僕らみたいな当事者がいるんですか？いるんですか？なんか博士とか取ってる人たちだけ集めてるんじゃないですか？だからちゃんと経験してる人たちをそこに入れてくださいよ。高橋さんには厳しい意見が、余木さんが。そうですね、政策のスピードが多分遅いんだと思いますね。特定技能の制度を作るときに、共生社会を作るっていうことで、日本の問題とか、それから地域の問題とか、いろいろ取り組みのメニューを作りました。で、今実行しようとして、一部は実行しています。しかしやっぱりスピードが遅いっていうことは否めないと思いますね。で、もう現実に外国人がたくさん暮らしていらっしゃるわけですから、早くスピードを持って政策を打っていかなくちゃいけないのは間違いないと思います。ただ何もやって考えてないわけじゃないです。成り行きではないです。やろうとはしています。それは間違いないと思うんですけど。よろしいですか？いや、私もね、同じ会議に入っているんですけれども、なので今のその批判の攻めも攻められるべき立場ではあるんですが、微力ながら申し上げているのは、その外国人の方のためだけの施策を何かゼロから打ち立てようと思っていても、高橋さんおっしゃるように時間も足りないし、なかなかその予算も足りないと。何度も言い訳しますけども、今やろうとはしています。ただスピードは問題だろうと思います。スピーカーの多くが、現在の支援策は外国人を受け入れていく上で十分でないと主張しました。